皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の最年長メンバーであるジンが、ビッグヒットエンターテインメント本社に現れましたが彼には見知らぬ女性が同行していました。この女性の正体が謎で、BTS ファンのアーミーの間で大きな話題となり、多くの憶測が飛び交っています。ファンは彼女が誰なのかジンとの関係は何なのか、 そして新たなプロジェクトやコラボレーションの兆しなのかと興味を抱いています。ジンと謎の女性の写真が SNS で広まり、アーミーは細部まで注意深く観察し、様々な可能性を議論し始めました。彼女は同僚、コラボレーター、あるいはジンのプライベートな関係者かもしれません。軍隊を終えたジンが再び活発に活動している中で、 この訪問は新しいプロジェクトに関するものなのではないかと期待が高まっています。ジンの最近の公の場での姿は、ファンにとって嬉しいニュースです。兵役を終えた後、イベントへの参加やメンバーのサポートを行っており、ソロ活動や BTS 関連のプロジェクトが進行中の可能性も考えられます。ビッグヒットでのこの女性との訪問は、 新たなコラボレーションや創作活動の準備を示唆しているのではないかとファンの間で期待が膨らんでいますファンは彼女が音楽プロデューサーやクリエイティブディレクターである可能性やメディア戦略や PR に携わる人物であるという説を立てています BTS のメンバーが個別に音楽活動を展開している中ジンが新しいリリースや特別なプロジェクトの準備を進めている可能性も十分にあります こうした憶測は、ファンの興奮をさらに煽っています。一方で彼女が人の私的な関係者、例えば家族や友人の可能性も考えられます。BTS は個人的な情報を公表することが少ないため、ファンは慎重に対応していますが、それでも興味を抑えきれない様子です。アーミーは彼女の正体が明らかになるのを待ちながらも、 公式発表があるまでは結論を急がないよう呼びかけています。ジンと謎の女性がビッグヒットに現れたことで、ファンは次の展開に期待を寄せています。BTS は常に新しいサプライズを用意しており、ジンのプロジェクトが大きな発表につながるのか、ファンの興味はつきません。どのような形であれジンの次なる一歩をアーミーは全力で応援しており、 その活動が BTS の未来にどのような影響を与えるか見守る楽しみが広がっています。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。